はい、どうもゲーム仮面です。いやーもうほんとね、許せない。ちょ、何があったかっていうと、このサロンメンくん、この人なんですけど、ガッキーとかね、マシュマロとかのね、友達の人なんだよね。ガッキーってね、俺のサーバーを荒らしたりとかね、すごい俺の個人情報を特定しようとしたり、すごい悪いことしてきた人なんだけど、その人がね、まずね、去年ダニエルに勝ちましたって言って動画を送ってきたの。ちょっと見てみようか。はい、これ。お、すごいね、これ。倒したね。これ、相手、ダニエルなのかな？ちょっとこれ、画質が荒すぎてちょっと分かりづらいんだけど、倒したっぽいね。どうやらダニエルを倒したらしい。まあ、ちょっと俺もダニエルのアカウントが分かんないんだけど。そして、さらに動画を送ってきました。これもダニエルを倒した時の映像らしい。あ、これ？バンっていう。バンっていう名前なのかな。これダニエル、ダニエルと戦ってる。はい、これ倒したらしい、ダニエルを。コロシアムで勝ったってことか。で、その後ね、昨日送られてきたのはこれ。うるせえな障害者、お前みたいな気持ち悪い人間誰もなりたくねえよ、オタクしんどけ、琥珀様が神だ。琥珀様って誰だっけ。ブロフルやってる人で琥珀って言ったらこの人しかいない。あ、この人のことか。琥珀様が神なんだって。お前なんか雑魚底辺 YouTuber、 登録者買ってるだけの障害、死ねえ、うるせえな障害者、お前みたいな気持ち悪い人間誰もなりたくねえよ。あとは同じ言葉を繰り返している感じ。まあこれ非常に傷つくね、こういうね、ダイレクトメッセージでこういうの送られてきたら。まあということでね、ダニエルよりも強いアンチからこうやってね、誹謗中傷を受けました。皆さんもちょっとこの人気をつけてくださいね。これ顔マンガイ、サロ顔マンガイっていうのはタイ料理のことですね。まあひどいよね、こういうね、暴言とか誹謗中傷とかね、送ってきた人はどんどんこれからも晒していきたいと思います。非常に傷つけられたので許せません。はい、ということでね、これからもね、アンチコメントとかアンチな DM とか来たらどんどん晒していきますので、まあ、僕も YouTube 出たいよーっていう人はね、ぜひ、参加してみてください。以上、ゲーム仮面でした。